釣り革に掴まりたくないよ。今日は釣り革やってきます。これコメント来てたんでね、これさっき練習したんやけど、まあとりあえず何もボタンを押さんでみるな。でするとな、勝手に野田さんが倒れようとするんよ。だからそれをスイッチのあの青色の方あるやん、コントローラー左手に持つ方の L スティックでこうやって右とか左にすることによってバランスを保つ感じのゲームやお茶飲みで、 A を押すと一瞬じゃないわ、釣り革持てるんやけど、持ちすぎるとだから釣り革取れちゃうんよ。だから極力釣り革に頼らん方がいいんかなって感じ。そこら辺はねまだ極められてないから、うん、でも40秒超えてたのはまあまあ偉いで。でね、僕結構練習して分かったことがあるんやけど、このゲームな、みんなすぐな野田さんに注目してしまうんやけど、実はそこじゃないって気づいたな僕は。多分分からんけど、この釣り革をな見てほしいんやけど、釣り革のなんていうの、傾き方にも3段階ぐらいあんねんや。でその段階によって野田さんのなんていうの、倒れ補正みたいなのがかかってるよな。だからその釣り革の傾きと逆の方向に L スティックを傾ける、そんな感じがするこのゲームは。うん、でもな3段階ぐらいまでいくともうスティックを完全にあのひねらんとダメなんよな、押し倒さんと。そのな調節が難しい。あかんがお茶飲み、お茶飲み、極力真ん中に折るようにしてるんやけど、よしよし。いやー、これしかも2人でできるみたいやから、これ絶対楽しいやつやな。もう絶対新記録出して終わるわ。なんだお茶飲み、お茶飲み、いいねいいね。釣り感もどか持つの忘れてた。あ、やっぱ釣り革、あ、そう、取れちゃったね。でかいな、やっぱ釣り革でかい。釣り革の斜めとかで絵を押しても持ってくれんねよ。ちゃんと釣り革の下行って押さんと、ダメやね。危ない。いける。自分との戦いやからな、ここまで来ると。四ツ谷。新宿行きたい。僕は新宿に行きたいね。ゲーム最高記録更新。毎日やろう。新宿行くまで続くぜ。バイバイ。